平日アベレージやべえなマジやべえやって阿部キュン。なんでカリア。なんだよじゃないよ、さっきからやべえやべえって何その言葉遣い。いい大人なんだからもっとちゃんとした言葉喋りなさいよ。あ、世界中どこ探しても日本語ほど奥深くて慎み深い言葉はないんだから。例えばどういう部分が類語が多いところとか。類語、例えば思うっていうことを意味する言葉だけとっても日本語にはたくさんの言葉があるわけ。思う、思い出す、思い巡らす、思慮する、熟慮する、想像する。一つの言葉にこれだけバリエーションがある言語なんて他にはなかなかないんだよ。正しく美しい日本語率先して使わないと。分かったカリア、注意してくれてありがとう。ところで阿部君、さっき焦ってたのって何がやばいの？実はさ、今日中に取引先に見積書出すのをすっかり忘れててさ、今結構やばいんだ。おかげさまで10年目日産ア・アベレージは毎週日曜夕方5時から大好評オンエア中。あ、ちなみに阿部君、日本語の中でダントツに類語が多い言葉って何か知ってる？知らない。何？ほと切れる、果てる、永眠する、没する、見まかる。わかった、死ぬって言葉だ。阿部キュンの今日のミスが命取りにならないといいんだけどね、ビジネスマンとして。なんだよカリア、脅かすなよ。俺どうしたらいいのかな。生き残る道は3つ。3つ。1つ、取引先と枕営業しろ。いや無理だよ無理だよそんなの。2つ、取引先の奥さんを寝取れ。ダメだって、最初と同じだよ。ダメ。3つ、取引先とロシアンルーレットで命の取引をしろ。やめて、無理できないやつなの。4つ。いや3つじゃねえのかよ。